今井56は、日本の実業家、政治家、教育者。片倉製紙防石株式会社取締役、財団法人、片倉学園理事長、片倉岩木製紙株式会社代表取締役、昭和工業株式会社取締役、株式会社ミスズ紹介取締役、日東防石株式会社取締役、長崎製紙株式会社取締役、 昭和の靴下株式会社取締役、片倉米国肥料株式会社取締役、東方石油株式会社取締役、福岡西海上保険株式会社監査役、極東科学工業所社長、片倉合名会社出資社員、埼玉県大宮市長、片倉工業、株式会社取締役、東亜ゴム工業株式会社社長、東テックス株式会社社長などを歴任した。 昭和年間に製紙業にて成功した実業家であり、後に政治家としても活躍した人物である。片倉財閥の幹部として、大宮製紙所の工場長に就任し、埼玉県の養産業、製紙業の発展に尽力した。また、片倉学園を創設し、後に埼玉県立大宮高等学校となる片倉学園功労学校の運営に携わるなど、 埼玉県の教育振興にも力を注いだ。後年、大宮市の初代市長及び第四大市長に選任されており、大宮市の基盤を築いた。また、極東科学工業所の初代社長として、ナチスドイツから先端技術を移入し、日本で初めてローテーション式製法によるゴム気球の製造に成功した。同社の流れを組む東和ゴム工業。 トーテックスでも経営に参画し、世界でも数少ない気象観測用ゴム気球の製造を手掛けるトーテックスの礎を築いた。1893年10月14日、長野県にて生まれた。父の今井五助は実業家であり、五助の実刑である初代、片倉兼太らと共に、製紙業を営んでいた。初代、兼太が営んでいた片倉組は、 五助の実定である二代目、片倉兼田が継承し、片倉製紙望石として株式会社化された。その後、片倉製紙望石は、五助と遠赤関係にある小沢福田が経営する小沢組との合併を経て、巨大化し、片倉財閥として交流を極めていた。五十六は上京して、早稲田大学に進学した。当時の早稲田大学には、 大学部と専門部が置かれていたが、56は大学部の唱歌にて学んだ。1917年、早稲田大学を卒業した。今井が工場長を務めた、片倉聖紙宝石大宮聖紙書、片倉聖紙宝石大宮聖紙書の跡地にて、片倉工業が国運指定を開業父である、今井五助は、片倉財閥の最高幹部として活躍し、 中核を担う片倉製死亡石の社長に就任することになった。56も父と同じく片倉財閥の事業に携わることになった。埼玉県北足立郡に大宮駅が開業すると片倉財閥も埼玉県への進出を本格化させた。埼玉県に大宮製紙所が設置され、56はその工場長に就任した。後に56は 片倉製紙宝石の取締役に就任した。さらに、片倉岩木製紙においては、代表取締役を務めた。その他、昭和工業、ミスズ商会、日東宝石、長崎製紙、昭和絹靴下、片倉米国肥料、東宝石油、といった各企業の取締役にも就任した。また、 富国火災会場保険、長崎製紙といった各企業の監査役も務めた。また、片倉家の資産管理会社である、合名会社としての片倉にて、出資社員の一人として名を連ねた。1939年1月、靴下や気球のゴムの製造を手掛ける企業として、片倉財閥は、極東科学工業所を設立した。それに伴い、 同年1月にその初代社長に就任した。ドイツ国の技術を積極的に導入し、ローテーション式製法によるゴム気球の製造に成功している。しかし、口述の通り、大宮市の市長に選任されたため、1941年1月に社長を退任した。なお、後任には長瀬玄一が就任した。その後、太平洋戦争が終結し、 連合国軍総司令部による財閥解体により、片倉財閥の映画も終わりを迎えた。1946年9月2日、56は片倉工業の取締役を退任した。なお、極東科学工業省を引き継いだ、長瀬玄一は、東亜ゴム工業に改組し、太平洋戦争終結後も引き続き社長を務めていた。しかし、長瀬が死去したことから、 1960年8月に56が、トアゴム工業の社長として帰り咲いた。その後、ゴム手袋の製造に進出した。1965年4月には、トアゴム工業を、トーテックスに改祖したが、引き続き社長を務めていた。1969年10月31日、死去した。なお、死去に伴い、トーテックスの社長には三男の今井君人が就任した。 片倉財閥の埼玉県進出に伴い、県内の教育振興にも取り組んだ。財団法人として、片倉学園を設立し、片倉学園功能学校の設置、運営に携わった。また、56の邸宅の跡地は、大宮市民体育館が建てられるなど、文教施設として利用されている。1940年11月3日、埼玉県北足立郡の大宮町、 三橋村、日清村、宮原村、大佐戸村が新設合併し、大宮市が設置された。それに伴い、初代市長に選任された。太平洋戦争開戦直前となる1941年1月に着任し、戦中の1944年5月に退任した。市長在任中は、太平洋戦争が激化する中で誕生したばかりの、 市の舵取りを担うことになり、難しい姿勢運営を迫られることも多かったが、新種の礎を築いた。なお、公認の市長には、衆議院議員などを歴任した戸田由美が選任されている。その後、太平洋戦争終結後に、再び市長に就任している。市長としての功績により、1969年3月26日に、大宮市から、 大宮市名誉市民に推挙され、この称号が送られている。その後、浦和市、大宮市、与野市が合併して、埼玉市が新設されたことに伴い、埼玉市名誉市民の検証者として、自動的にこの称号が送られたものとしてみなされている。また、片倉学園など、教育振興の功績により、片倉学園功労学校の流れを組む。 埼玉県立大宮高等学校に56の銅像が建立されている。魚釣りを趣味としていた。また、仏教を信仰していた。片倉学園高能学校の流れを組む埼玉県立大宮高等学校。ありがとうございます。